残業は最大300時間家に帰れるのは週に2日帰れない時は事務所に段ボールを敷いて段ボールをかけて寝るでも残業代は100時間までしか出ないそれ以上は全部切り捨て残業月300時間で給料35万円時給換算で700円お客さんの電話に対応してる間に不在着信が20件増えてる上司に言われた通りに仕事してミスったら独断でやったことにされる1日に10回は死ねと言われる飲み会は強制参加朝の5時まで飲まされて翌日は6時起き一緒に働いてた人たちが一人一人消えてゆく行方不明になった人もいれば自殺した人もいるらしい先輩からのパワハラがひどい坊主にされるのは当たり前ケツに魚肉ソーセージ突っ込まれたり急にチンチン出されて今ここでしゃぶれと要求されたりまだ学生の人たちへ就活をサボると本当に痛い目に遭いますいろいろ調べれば自分に合った働きやすい職場は